これで日本の1勝2引き分けになりました。続いて矢原対ビーヒマンの対戦です。世界選手権2連勝を目指す日本、初優勝を狙う西ドイツ。早くも足技が出ましたね。足技出ました。今のはやっぱり取れますね。はい、後ろ逆回しです。はい、豪快な思い切った技かけるから、はい、こういうところは怖いですね、はい、ドイツです。まあ、矢原選手もスピードと技のその多さにおいては負けないんですよね。こういうところは私もやっぱり、はい、あの矢原らしい試合ぶりですね。もう取られた後は必ず取り返します。はい、矢原がすぐ追いつきました。集団の突きで技あり、両者ともに技あり一つずつです。日本の矢原対西ドイツビーヒマン。ビーヒマンの突き、いやいや、あの今はですね、はい、積極的にビーヒマンが攻撃したところをですね、はい、後ろに下がりながらですね、はい、矢原